じゃあやっていこう。じゃあやっていこう、パート8。パート8やっていきます。6月だけどパート8。今回こそさささっと進めていって、今度は最後の試合の、あれをこれしたい。マジックグラブです。これで補給力が上がるから。新人情報。キンキン内野手。別にどうでもいい。新人のことなのもどうでもいい。強行指名あるのよ。外国人な。この人自体がさ、なかなかの量を探してくるって言ってるし、アジアオセアニアなんだよな。トレードだな。ピッチャー、いや、ピッチャー、いや、松坂大輔を獲得。無理だな。周民地がいいな。変化球の数が多いし、体力もそこそこ。ティアスってだね。そんな人もいましたね。ティアスいいね。だがあえて周民地。勝てる気がしないな。クデソンとかいないのか。時代がちょっと違うか。川越、27歳。2勝5敗。川越とうちのボロボロに炎上してる小山田、あと誰がつけよう、島どうでしょう。川越を取ったばっかり、新人かもしかして。カルロス、ダメだな。こいついいね。高橋光一、正気ですか、大損ですよ、マジで。高橋光一いいね。あと誰がいい。田口、田口取れたところだよな。守備しかないぞ。2位セカンド取ったばかりのあれがいいわ。アーリアスはいいけど、塩崎打力はな。キャッチャー日高、三輪の方どうなんだろうな。経験のあるこのキャッチャーを取っておいて損はない気がするけど、まあ田村でいいや。やっぱ外野か。そう、田口、そう、田口取るかな。葛城育郎っていう手もあるけど悩むね。田口悩むな。打率低すぎ。先発ピッチャーもう一人欲しい。使えるピッチャーもう一人ってことにしよう。そうしよう。加藤新一どうでしょう。ちょっときついか。小倉、じゃあダメだ、防御率が低く悪すぎる。中継ぎの柱として使いたいな。カルロス獲得したばかり。牧野瑠唯、岩下いいんじゃないか。ダメか。この悩んでるトレードで悩んでる時間は本当はすごく楽しいんだけど。いいね、みんなの。
大打幕。ダメか。イクロ、カツラギイクロ。でもこれ役割がな、キムタクとほぼほぼ被るよな。大打幕。藤井。悩むな、悩むね。ニールは？ニールと違うか？ファーストにはロペスがいる。まあ、ちょっとわからん。これこのトレードいいかどうかがわからん。判別できんな。だったら。だったらアリアスか。守備いいし、アリアスか。通ったばっかりだ。悩んでます。めちゃくちゃ悩んでます。時間がただ時間が過ぎている。中止だ。球団変更。欲しいのは先発投手。矢蓋と清水。矢蓋もねメジャー行ったよね。これはいい、これはいいよ。ダメだった。取ったばかりのピッチャー変えてくれないんだよな、くれないんだよな。こいつもいいね。相手球団次第。何かつけよう、誰かつけよう。物が引きつけるわ。物が引きつけるから誰かください。すげえしょぼいやついいから誰かください。立ち川くれ。あ、じゃあこれでいいです、これでいいです。そんな取引ぐらいがちょうどいい。小野田、小山田、島あたりを出してピッチャー先発2人を獲得しに行く。だいぶ思い切ったトレードをしましたね。このトレードのために7分50秒、つまり8分使っちまった。8分使っちまった。2週分だけやって、あと試合見て、そういう回にしよう。ちょっとそういう回にしましょう。ウルソもうちょっと投げささん方がいい。こいつはしっかり練習させておこう。川口上がったばっかし、体力が何、体力上げておこう。おー、先発じゃないです、球威が足りない。広い池もう上で投げてるだけで大間違いだな。川口はまあそんな投げさせることないと思う。今でしょ。少しコンバートしてえな。肩を B まで上げないとキャッチャーとして使うのに不安が残りすぎる。あ、そうか、あのグッズ開発しないと。金余ってもしょうがないもんな。ちゃミンチ。すげえ出せるんだった。破壊力だけは抜群。この抜群っぷりを見よ、この抜群っぷり。ロペス、金本、浅井の揃い踏み。オズボ、小笠原のエラー、ロペスのライト前タイムリー、スコアボール、浅井、チコ、金本。だいぶ打撃陣は好調になってきたんじゃないか。尾形が下がってるな。オズボーンの調子がいい。金本は上がっている。こういうところを敏感に感じ取って使っていかないといけないな。と
めつなぎ直してみるか。初先発勝った。いい音豆ち高橋健、いいですね、いいですね、ここに来ていいですね。 6月になって月が上向いてきた。戦えてるね。あ、グッズってさ、そういや売ったり売れなかったりするんだって気がするな。あれ？グッズの方開発してなかったんだ。抜けてた。いろいろ抜けてた。5001で、開発済みリストで何を販売するか何を販売しないかを選べる。選べた。忘れた、すっかり。ほら、ちょっとこれ裏方がいいんだよな。こうなってると何も売るものがない。これは補給力がアップ。これは昼間でも守備は落ちない。この2つのアイテムしかない。雨だ、みんなね、全体休みだね。もうちょっと外国人連れてきてほしいな。どのポジションとの誰と誰だったかな。高橋、川尻のピッチングや投げ合いを見たく見とめ、星野伸之、その投げ合いも別に見とめ、最後は山内。この試合見るか。ここ負けるときついぞ。ということでこの試合をゆっくり手を見ていきましょう。7分30秒ぐらいかけていきましょう。今12分30秒だからね。ハート聞いてる。新庄、あ、4番前田だ。恐ろしい。阪神甲子園球場、いい天気になりました。いい天気になりました。今日も良い試合を期待しましょう。ハーフ対ダイガース。じゃあ今のハート聞いてる。根本、田中修太、分からん。新庄、檜山。じゃあレフト坪井かな。東手が、お、エラーで、ツーベース。ズボンいいね。小笠原。小笠原見てみますか。サードを牽制します。小笠原その期待通りに打ってるね。打率3割1分3厘も上がってるもん。ツーストライク、ワンボール。ガッツ。こいつはガッツ小笠原だな。ヒゲがある。ヒゲを蓄えていらっしゃる。北野さんもガッツを抑えた。また牽制。もう一度牽制です。早く投げて。フォアボール。ミスミス類をプレゼントする格好になりました。さあ4番怖いぞ。こいつは、こいつは怖い。ロペスだぜ。カウントはノーアン。こいつはこいつ打点入れてくるのに違うな。いや、いいよ、ロペス。3割1分クリーン、9本46打点。3割1分クリーン。そうそう、動画を上げるとさ、ここのところにエンコードソフトの、エンコードかな。撮ったソフトのね、録画したソフトのマークが入って、ここは読めないから。いちいち言った方がいい。なくしたら、なくす方法もあるんだろうけどね。ナイス、素晴らしい。先制点を許してしまいました。許してしまいました。金本、打率2割4分2厘、9本20打点、盗塁5。まあ、多分数字以上に打ってるね、これ。数字以上に出塁してる気がする。2割4分2厘とはいえ、9本もホームラン打ってるからね。多分 OPS は高いよ。
完璧な当たりって言うとしたの。山内頑張れ。案の定だな。案の定三塁まで行かれてるけどな。キャッチャー、いや仕方ない、攻撃局ぶりのこの打線を組んでるのが仕方がない。お、チコ技の打席、打率2割5分5厘ながら6本もホームラン。期待の新人選手、チコ技。ヘルメットは被らない。投げた、見逃してストライク。もう追い込まれたぞ。頼むぞ。外野フライでも十分、三振が一番困る。ゴロか、フライもいかんけど、内野フライもいかんけど。突っ込め、一塁へ送球。ゴロ5でしょ今のは。山内、ランナーを返せるか。すごいよな、8番キャッチャーじゃないもんね。スクイズ、一塁へ送球、アウトになります。スクイズ、しょうがないね今のはね。カープ、スクイズ。でも戻ったのが、戻ったランナーを褒めよう今のね。三塁牽制、投げました、見送ってボーン。ノーツー、ストライク、ワンツー。バッティングカウント、カウントとの整った。こういうところでどういう球が来るかとか想像してもいいぐらいだな。センター正面だよ。新庄、新庄2割4分6厘12本27打点。いいね、新庄らしい成績だ。走られるんじゃないか、知った。やっぱフリーパスだな、さすがに。小笠原ではフリーパスですね。とはいえな、とはいえ変えられないよな。ロペスも調子いいし、小笠野も調子いいから併用はできないし、ピッチャー頑張ってくれとしか言いようがない。うん、キャッチャーフライ。田中修太、坪井、前田、誰か一人でもランナー出せばもう即座にランナー進むという。盗塁がすごい、すごいされてる盗塁が。新庄歩かせてもいいな。あ、でも大砲の方が怖いね。よし、金持ち、金持ち、盗塁。ランナースタート、盗塁失敗。遅っ、金本じゃなかったな今。誰だ、誰が出てるんだ、ロペスか。え、5番だよな。誰だろう、誰だったんだろう。誰だったんだろう、思い出せねえや。もう一回打席回ってきたら思い出すかな、分かるかな。やっぱロペスだわ、うん、4番が小笠原だから。ランナー走った、これうまく決まるね。盗塁をバンバン決めていった方がいいわ、そんなに足が速い選手は。大型クラスの走力を持ってるのがもう一塁に出塁したら即盗塁してもいいぐらい。打たれてる、2本打たれてる。相手がほどよかった。いやー追いつかれたな。満塁、新庄満塁で5番新庄。投げました、打った、ファール。
やっぱもう20分来るね。20分来ちゃってますね。1試合1試合をこう注目していくともう何時間かかるか知らんな。1年って結果だけ知るんだったらそんなに時間かからないけど、ファイヤフライにはなるな。これレフトボールを確認してランナースタート。ホームイン。おキャッチャー小笠原きっちり仕事をこなす。よし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 、まあ、オズボーンで盗塁は難しいな。お、ちょうど狙い、チャンスになると呼び出してくれるね。ストレート、ボール、長打狙いしか考えていません。打った、センターフライに今取れたか。ちょっと疑惑の判定だな今。カープ同点、長打狙いしか考えていません。オンの牽制、投げた、ボール、スライダー。この画面、この画面いいよ、テレビ中継っぽくて。行った矢先にもう画面変わっちゃった。大きく外れました。一球見ていけ。ここは見ていけ。絶対フルだ。ど真ん中を見逃し。ど真ん中を見逃し。ワンツーだから。バッティングカウント。見逃してストライク。見逃した。三振だな、こりゃ。三振だな、こりゃ。最後はスライダー。空振り三振。同点のチャンスです。何の指示も与え。セーフです。自由に打ってくれ浅井。投げた、これは当たり損ねたがしっかりとキャッチ。いやー辛いな、辛い。山内はこの回までだな。この回までだからな。よし、いいよいいよ。ツースリー、スイングアウト三振。ボールやんけ。山内ここまで2打数ノーヒット。ここは代打に荒いかな。はい、代打を起用します。即盗塁、尾形即盗塁。ランナースタート。盗塁が決まってチャンスがさらに広がります。チャンスは広がってんだけど、東手が打たないよな。左対左出した。嘘投げてますね。打たれてますね。ウルソー、ウルソー普通に打たれてる。タイム歩かした方がいいぞ。あー、なんと抑えた。オズボーン、フォアボール。バントじゃねえ、バントじゃねえ。長打狙い、長打狙い。リーグでもう111球投げてる。これ打てなくちゃ。投げた、なんで、なんで、めっちゃいい当たりやったやん。徐々に流れが変わってきた。ユフでもう112球投げてる。追いついてしまいたい。低めの球、これ打てんとおかしいぞ。投げました。ボール。1失点とはいえ、もう8回で114球投げてるピッチャーは落とせない、下ろせない。ストレート。引きずり下ろせないなんて、もう沈めてやれ金本、ホームランだ。金本のホームランが見てみたい。二塁かせ。打った。足止まってる、ランナーの足が。
せるか。転がせじゃないな。浅いや微妙だな。長打でもないし、かといって転がしたとっていう感じじゃない。だからできればツーベースあたりを狙ってほしいって感じだけど。見逃してストライク。ツーベースも言ってみれば長打なんだよな。なんて情けない空振りなんだ。ピッチャー交代。ルイケ。ここでピッチャー根本は左バッターだったような気がする。ほらな。ほらな。ほらね。湯船に今打たれたぞ、広池。湯船に。まだ左続く。出してくれよ、木村拓哉。木村拓哉。湯船、湯船バカにするわけじゃないけどさ、湯船にさ、1失点完投負けだぞ。これじゃあ。よし、ヒットだ。ユフネといえばノーヒットノーランをしたことは知ってるんだ。ピッチング自体そんななんかあんまりすごかった印象はないぞ。頑張れ尾形。もう126球も投げてるピッチャーをさ引きずり下ろせんのか。ボールに飛びつきました。起き上がって一塁へ。ツーアウトランナー二塁。さあどうだ。まあ余裕で新庄が。ああ負けたー。見せ場がなかったな。見どころなし。スピーチで負けた。これだから野球の試合ってのは、まあ10回見たうちのそのうちの1つが面白いけれやってところあるな。面白かったら十分。もう3連敗だ阪神に。阪神に3連敗だ。情けね。こんなんで優勝なんかできるかよ。つらいつらい。とりあえずここまでします。28分もやっちゃった。まだ6月の 1週目が終わっただけだけどね、うん、じゃあパート8だったかな。パート8でした。ほんなんまた。